どうも、先日台湾でコンピューテックスに参加してきまして、今回は Vlog っぽく当日の様子などをお伝えします。いろいろ見てきて楽しかったよ、という内容なので、ご飯を食べながらでも気軽にご覧ください。なおここからは地声で失礼します。はい、ということでコンピューテックスでいろいろ見てきまして、これは MSI さんのブースで、まだこれ試作段階のグラボだったと思うんですけれども、4070Ti のスリム版ですね。なんかファンの大きさとか、ちょっとその辺をいろいろ回収して、ニスローよりはちょっと分厚いのかな。まあ、スリム版として出せるかな、みたいなことを話されてました。やっぱ分厚いとね、いろいろと取り回しが面倒だったりしますからね。スリム版で、ハイスペックなグラボがどんどん出てくれると嬉しいですよね。で、これは、白の何だったかな、4080かな。今まで MSI ではなかなかね、白いグラボっていうのがなかったんですけども、待望の、ホワイトバージョンのグラボということで、実物を見ましたけども、これ結構おしゃれで良かったですね。で、これはグラボの冷却機構の試作、まあ、プロトタイプということらしいんですけれども、銅板をなんかこういろいろ組み込んで、なんかすごくお金がかかる構造らしいんですけれども、まあ、こういった構造で作っていくとより冷却性能がアップするんだとかということで、ただかなり分厚くなっちゃうみたいで、上にですね、試作のグラボが置いてあったんですけれども、めちゃめちゃ分厚いですね。まあ、こういう感じでまた4090の次、またハイエンドモデルが出てきたりするのかもしれません。で、これはグラボの冷却、グラボというか GPU の冷却機能、機構のプロトタイプらしいんですけれども、結露しちゃうほどもう冷えちゃう。ペルチェではないらしいんですけれども、なんかね、どういう構造なのか話聞いたけどよくわかんなかったんですけど、まあ、めちゃめちゃ冷えちゃうと。ただ結露しちゃうほど冷えちゃうとパソコンの中では使えないので、いろいろ試行錯誤しているそうです。で、これファンね。ファン回ってるけど軸が回らないっていう不思議技術です。で、これもグラボの、冷却の機構なんですけれども、ペーパーチャンバーから直接ヒートパイプを伸ばしちゃって、銅製のね、パイプを伸ばして、で、それで冷やしちゃおうっていう仕組み。みたいです。かなり、実物持たせてもらったらかなり重たかったので、まあそういう重さとかもね、グラボって大変ですよね。あんまり重すぎるとね、大変ですよね。で、これは Gen 5のストレージ、なんていうのかな、スパチウム?わかんないですけど。まあこういうね、ファン付きの Gen 5ストレージがちょこちょこいろんなメーカーからも出てきてますけど、早いのはわかるんですけどね。邪魔ですよね、これね。グラボと干渉しちゃうんじゃないかとか、させるところも限られてくるでしょうし、普及するんですかね、こういう Gen 5のストレージっていうのは。で、これは、まあ、ロマンを追求したものみたいなものだと思うんですけど、Gen 5ストレージをレイド0で組んでみましたっていうサンプルが置いてありました。まあ、そもそもそのままでも十分速い Gen 5をレイド0で組むとどうなるかっていうと、読み込みの転送速度が 20GB っていうね、もうむちゃくちゃですね。で、これはプレステ5で使える、Gen 4 かなのストレージでした。自分プレステ5持ってないんであんまり詳しくないんですけど、プレステ5でも使いやすいよっていうもので、プレステ5で使えるストレージっていうのは普通にパソコンでも使えますし、おしゃれなヒートシンクもついてて、そのまま使うのも良さそうですね。で、これは MSI と AMG。日本だとベンツ、っていう名称が一般的だと思うんですけれども、いや、ベンツとコラボしたゲーミングノート。ステルス16の AMG モータースポーツ。i9 と4070ラップトップの薄型のゲーミングノートですね。かなりデザインにこだわってるみたいで、
まあ、壁紙もそうですけれども、キーボードだったりとか、いろんなところまで、デザインが細かくカスタマイズされてました。まあ、どうなんでしょうね、ベンツ好きな人ってパソコンでゲームする人多いんですかね。まあ、その辺ね、よくわかんないんですけど、なんか台湾の方は結構そういう高級車が好きらしいですっていうお話でした。自分はね、あんまり車興味の、あんまりというかほとんど車に興味がないので、正直そんなにワクワクはしないんですけれども。で、これ、パッケージとかもすごくなんかこだわってて、専用のポーチとか、ゲーミングマウスにマウスパッドとかも、コラボモデル専用のデザインが出てきたり、あと AC アダプターも専用デザインで、ちょっと薄型の、まあ大きいのは大きいですけどね、いろいろこだわってるみたいです。で、あとは MSI のゲーミングノートもいろいろ見せてもらってきました。まあ、これはゴリゴリのウルトラハイエンドのモデルですね。i9 の 13980HX に4090ラップトップ。で、17.3 インチ、かつ 4K かな。まあ、これ以上ないですねっていうゲーミングノートですね。めちゃくちゃ重いし、でかいので、持ち歩くのは現実的ではないと思いますが。まあ、いろいろとね、担当の方とお話しさせてもらったんですけれども、なんで日本だとゲーミングノートは人気が出ないんでしょうね、みたいなことをいろいろお話ししたりしてました。ゲーミングノートはクソだ、みたいな風潮がなぜか日本ではなんか多い気がするんですけど、世界的に見るとゲーミングノートは普通に売れてるみたいです。まあ、今はね、だいぶ性能も良くなってきてますし、発熱と騒音、負荷をかけるとかなりうるさくなるっていう弱点は未だに改善は、まあ、大きな改善は見られてないように感じますけれども、まあ、ノートでも普通にゲーム動かせちゃいますし、まあ、ヘッドセットとかイヤホンもつけていれば、そう、もうそこまでは、まあ、気にならないのかなというところで、まあ、海外ではゲーミングノートで、ゲームをするっていうのもかなり一般的になってきてるみたいですね。まあ、これとかステルス14スタジオって書いてますけれども、14型のゲーミングノート、自分もまあ他社製のものを持ってたりするんですが、まあ、持ち歩きやすいですし、使いやすいんですよね。これ13型のこのノートは、これゲーミングノートじゃなくて、これビジネス向けのノート PC ですね。日本だと一部 CPU とかの仕様が変わったりするみたいですが、なんか重さも1キロ未満とかで持たせてもらったんですけど、めちゃめちゃ軽かったです。出張が多い方とかはね、こういうノート PC の方が絶対楽ですよね。で、他にもね、これシノロジーさんのブースというか、コンピューテックスとは別の会場で展示をやってたんですけれども、NAS で、どんなことができるかとか、シノロジーの新しい、オペレーションシステムをいろいろ見せてもらったりしてました。自分は動画のデータとかね、写真のデータ保管とかにしか使ってないんですけれども、本当にこうサーバーみたいな形で使えたり、かなりいろんなことができるみたいです。だから中小企業とかビジネス向けで NAS を使ってらっしゃるところも多いんじゃないでしょうか。あとなんかこう新製品とかね、クラウドサービスを使わなくても、スマホとパソコンの写真データを簡単に Wi-Fi 経由で、共有できるようになる新製品を見せてもらったりとか、あとはシノロジーからハードディスクもついに出したりするみたいですね。で、これはディープクールさんの展示で、これもね、コンピューテックスの会場じゃなくて、ホテル、なんだったっけ？名前忘れましたけども、自分が泊まってるホテルのすぐ近くの高級ホテルのスイートルームを借りて展示をされてました。で、これ空冷だけど、CPU 温度とかを表示できちゃう新しいクーラーだそうで、これ結構人気出るんじゃないですかね。まあ、冷却性能が申し分なしっていうのは、まあ、すでに皆さん重々承知だと思うんですけれども、さらにそこに光るだけじゃなくて CPU 温度とか、なんかそういうのも表示できるようになるみたいで、これね、いいと思います。で、これ新しい電源かな。ちょっと会場が暗くて、ちょっとはっきりと映ってませんけれども。ATX 3.0、PCIe 5.0 に対応した多分新しい電源だと思います。
はい。あまり詳しい話聞けてないんですが。で、これトップフロータイプの CPU クーラーですね。ミニ ITX とか、ちょっとコンパクトなパソコンを組んだりするときに活躍しそうです。で、これね、新しいケースみたいです。なんか分解できるのかな?あんまり詳しい話を聞けてないんですけれども、多分新しいケースなんだと思います。はい。で、これも新しい、かなりでかいケースで、注目したいのが、CPU クーラーですよね。アサシン5ですっけ。正式な名称ちょっと把握してないんですけれども。それだと、なんか、ケースファンもたくさんついてて、12個ついたのかな?かなりでかくて、冷却性能がゴリゴリに強いケースみたいです。で、今これ白しか映してないんですけども、黒バージョンも隣に置いてあったので、まあ、日本で販売するのかどうか知りませんけれども、まあ、こういうケースもあるみたいです。おしゃれでかっこいいと思います。はい。ということでね、まあ、これは台湾の街並みなんですけれども、自分は初めて台湾に行ったんですけどね、まあ、日本語しか喋れないんですが、なんとかなるもんですね。まあ、ご飯も一人で食べに行けましたし、まあ、意外と日本語が通じたりするので、まあ、機会があればね、また来年とか、もうちょっとゆっくりできたらいいなと思ってはいるんですけれども。で、お店には猫がいました。はい。で、泊まったホテルにね、たまたま、まあ、某 BTO メーカーさんの担当の方が同じホテルに泊まってたみたいでばったり会ったりとか、そんなこともあったりしました。で、またこれコンピューテックスの会場に戻ってきましたが、これね、モッド PC がすごくいっぱい並んでて、これね、見てるだけでも楽しかったです。これなんか刀がね、刺さってるんですよ。だから世界的にはそういうのがすごく人気なんでしょうね。こういうアニメキャラとかがプリントされてたりとか。日本だとなんかね、あんまりモッド PC って人気がないような気がしちゃうんですけど、あとこういう前面と側面が全部ガラス張りの今後流行っていくんですかね、こういうのがね。これはリアンリの元祖ですよね、このデザインは。やっぱね、これおしゃれでいいっすよね。なかなかね、多分新しいやつだと思います、これは。これは何だったかな?どこのメーカーのあれだったか、シルバーストーンだったかな?ちょっと覚えてませんが、ほんとね、この、側面と前面ガラス張りのデザインがすごく多かったです。流行ってるんでしょうね、世界的にも。これはサーマルテイクさんのブースにやったモッド PC で、ね、すごいっすよね、ほんとに。おしゃれで。パソコンなのか何なのかもう謎ですけど、世界的なすごい方が多分作った PC なんだと思います。ね。回っちゃってるからね、これとかね。実用性はどうなんでしょうね。これ本当にパソコンとして使うんですかね。これもガリガリの水冷マシンですね。おしゃれでね、かっこいいと思うんですけどね。メンテナンスとかめちゃくちゃめんどくさそうですよね。まあ、自分は自作は好きですけど、水冷はね、挑戦してみようという気が一切起きないんですよね。で、これは新製品なのかな?サーマルテイクの新しい多分水冷クーラーだと思います。この空冷クーラーも売ってるやつなのかな?これもサーマルテイクさんと、あとイノ 3D のグラボかな?これもイノ 3D の、白いグラボです。はい。これもイノ 3D のアイチルシリーズのホワイトバージョンでした。おしゃれでいいと思います。これはね、パリットのグラボです。4060Ti とか4070とかね。自分もこれ持ってますけれども、4070Ti とか。あと4080とかね。あとキラキラのマシンとかね。これはですね、FSP の電源、小さい電源ですね。SFX 電源のホワイトバージョンが、展示されてました。今後日本でも出るんでしょうか。ダガープロという製品名で今もね、ありますけれども。これはね、ASUS のプロアートシリーズで組んだパソコンでした。グラボこれ4080なのかな?これね、デザインかなりかっこいいですよね。値段もかなり高いみたいですけどね。海外の動向とかちょっと見てみると。
で、グラボだけじゃなくて、マザーボードと水冷、簡易水冷の CPU クーラーもプロアートのものみたいです。デザインがね、かなりね、かっこいいんで、気にはなるんですけど、水冷クーラーもね、これかっこいいと思うんですけどね。で、アスロック。これ誰なんですかね、このキャラクター。日本で見ないですよね、この謎のボンバーマンみたいなキャラクター。まあ、製品はまあいろいろマザーボードとかありましたけど、グラボね、ラデオンとかがいろいろ並んでました。という感じで、まあいろいろコンピューテックスで見てきましたよという動画でした。まあこんな感じでまとめるのはあんまりしないと思うんですけども、たまにはいいんじゃないでしょうかということで。じゃあ今回の動画はこれで以上ですので、今後はまた PC ゲーマーに役立つ動画いろいろ作っていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。では最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。